今日トークショーも、一緒になって喋っていただきます。野中龍馬くん、どうぞステージの方へどうぞ。こんにちは。こんにちは。ちょっと、野中さんに本日のヒルクライムの走られた感想なんか一言いただきたいと思います。今日は、A の一番最初の先頭のクラスで走ったんですけど、皆さんと途中まで一緒に走れて、ですごい景色もいいとこだったので、もう僕個人初めてだったんですけど、めちゃめちゃ楽しみながら走れました。ありがとうございます。じゃあ走った感じでは手応えとかどうでした？手応え、走り応えっていうんですかね。走り応えはまずあのチームメイトのジャイさんにぶっちぎられて、でその後も、はい、いろんな方にぶっちぎられて。あ、そうなんですか。大変でした。はい、あ、じゃあチームの中でチーム争いでぶっちぎられたところがあったということですね。そうですね、チーム内争いバチバチでしたね。 ありがとうございます。それではちょっと他の選手お呼びしたいと思います。もう全員呼んじゃいましょうか。はい、それでは、麻生康介選手、こちらの方へどうぞ。そして中西重友選手、どうぞ。そしてジャイ・クロフォード選手、どうぞ。リカルド・ガルシア選手、どうぞ。そして最後にマルコス・ガルシア選手、どうぞ。皆様どうぞ。国際選手のこの機南サイクリングチーム、今日開会セレモニーの時にもお話ししましたが、今日本のポイントで2番手のチームポイントとして頑張っているチームでございます。アジアの方でも強豪のチームとしてすごく活躍していただいてます。そういうところの紹介を、野中さんからちょっと、野中さんから振っていただいて、こうマイク渡しをしていただきたいと思います。まず、麻生康介選手ですね。兄弟双子での弟なんですけど、大学生と、掛け持ちながらもかなり、パフォーマンス高いパフォーマンスで、アシストとして頑張ってます。で、女性ファン多いです将来歯医者さん目指してます。一言あります。今日はイベントに来てくださってありがとうございました。本当にお疲れ様でした。僕双子でお兄ちゃん今ちょっと怪我しちゃって今日来れなかったんですけど、まあその分僕は今日頑張りました。ちょっとジャイさんにが今日1番2ゴールしたみたいだったんですけど、僕が2番でちょっと悔しいです。次は勝てるように頑張ります。はい、ありがとうございます。じゃあ今日チーム内最下位だった中西くんから一言。今日は残念ながら最下位だったんですけど、まあ、これは作戦通りなので、はい、次のちょっと大会に向けてみんなをこう油断させて次に勝ちに行きますんで、ちょっと皆さんちょっとリザルト注目しておいてください強がりですジャイさん、なんかプリーズフォーファンメッセージ。Thank you very much for everyone who came out to participate, and also the spectators I saw on the course today. It's beautiful here. We love to come and race in Shingu, and we hope to come back again soon. Arigato. Shingu, とても素晴らしくてまたすぐ来たいと言ってます。そんな感じです。Please reach for.またセワリカルドです。皆さん今日は来てくれてありがとう。We love this country because there is many mountains and we
are great to participate with you in this event, and thank you for coming. また行こうです。マルコスは恥ずかしがり屋なので、はい、ありがとうございます。ということで、何かせっかくですんで、何か質問とかありましたら、この場で、このせっかくですので、この国際レースの選手に質問、こんなこと聞きたいいうことありましたらどうぞ。ないですか？はい、はい、野中さん。僕がファンだったらちょっと聞いてみたいこと、ジャイさん、外人選手の、はい、めちゃめちゃ絞れた足とか、はい、触れたらいいなとか思うんですけど、そんな人いないですか？無茶ぶりでありがとうございます。ジャイさんの足を触りたい人、めちゃめちゃすごい足してます。もう油がないので、筋肉、ベリーマッスルフット、女性おすすめ。はいはいはい、うちのさん、マッスルフット、おー、いいですよ、今しかないですよ。マグロ生なら、どうぞどうぞ、はいはいはい、どの選手の足触ってもいいですよ、真ん中の足だけやめてくださいね。下ネタすいません。はい、これどうぞ。ふくらはぎの。Thank you。 さあ、野中さん、足の話出ましたけど、じゃあ、この機南サイクリングチームのこの3人の、はい、外国人の選手の中で一番いやらしい人は誰ですか？即答で答えられるんですけど、はい、ジャイ・クロフォード。ジャイ・クロフォード選手はマッスルスケベ、スケベイコール、スケベいやらしい、エッチあまりでも本人触れてほしくないかもしれないです。すいません。はい、何人ですかね。誰か英語わかると言ってますか？わからんね。翻訳しない方がありがたいです。はい、かっこいい。ハンサムボーイ。ハンサムボーイ。You are handsome number one boy. Thank you. まあ、何か他こういう盛り上がってるところで質問を思い出した人はないですか？せっかくですんでこんなこと聞いてみたい、よろしいですか、自転車ファンの方々。それでは私の方から、この機南サイクリングチーム、あ、そちらで言ってました、質問どうぞ。はい、どうぞ。すいません、普段どれぐらいの頻度でトレーニングをされているもんなんですか？はい、あ、いや、もう皆さんに、一人ずつもしよかったらお伺いできれば。はい、はい、今基本は外人選手は、はい、母国で住んでるんですけど、そのレース前とか日本に来てで一緒に練習してるんですけど、例えば、来週は沖縄、通道沖縄があるので、6時間超えるようなレースなので、それに向けてそうですね、2日ぐらい5時間とか繰り返し乗ってで休んで、で体調見ながら行けるようだったら次の日もまた5時間とか、まあ、基本今長距離乗ってる感じですかね。レースによっても違うと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。今野中選手は来週の沖縄の大会があるということで、はい、沖縄の、沖縄ツールド沖縄、ツールド沖縄の、はい、何か目標ありましたら。僕たちも、優勝を狙えるチームだと思っているので、もう一人、誰か一人を必ず勝たせたいと思ってます。はい、皆様、沖縄ツールド沖縄の方もぜひこの機南サイクリングチームの方楽しみに遠くから応援していただけたらと思います。あ、リカルドさん、はい、
先生。リカルドが選手宣誓します。得意の日本語です。先生ありがとうありがとうございます。いつもユニークなね、リカルド選手ありがとうございます。何かそしたら、言い残したことはないですか。中西さん何かありそうですけど。そうですね、言い残したこと、また来年も来てください。そうですね、今年で紀南サイクリングチームを、退団させていただいていただくことになりまして、これまでいろいろ応援してくださってありがとうございました。まだもうちょっとだけ今年もありますんで、自転車走ってるとことか走ってるレースを見られましたら、よかったら応援してください。でこれからも紀南サイクリングチームの応援よろしくお願いします。ありがとうございます。中西重友選手は今年いっぱい紀南サイクリングチームで前回のパワーで年末まで頑張っていただけるということで、まただけどこの中西選手もですね、このツールド熊野の大会やこの熊野古道ヒルクライムの大会、また出ていただけるチャンスもありますよね。今後とも応援よろしくお願いします。中西選手は来年紀南の会社員として契約決まってるんですけど、次のレースの通道機内の成績が悪かったら取り消しになるそうなんで、皆さんちょっと応援よろしくお願いします。本当に競争率の高い株式会社機内さんに入社が決まってるけど、ツールド機内の成績次第でちょっとヤバくなるということで、ありがとうございます。皆様応援の方よろしくお願いします。ありがとうございます。他何かないですか、メッセージ。OK、 僕も今年をもってこの紀南サイクリングチームを退団することになりました。1年後に控える、歯科医師国家試験に向けて頑張るつもりです。で僕みたいにこの時間なくても練習頑張ればプロになれるっていうところを今年1年頑張ってみました。僕みたいに頑張ればプロになれるってところを見て、皆さんも頑張ってください。応援ありがとうございました。麻生選手はじゃあその歯科医師がもし合格したらどのエリアで歯医者さん開業するんですか。もちろん会長に頼んで新宮に開業。ちょっと熊野の里のグループはあるんですけど、歯医者のグループないんで、新しく授業を展開ってことで医療機関もね、ぜひとも避難グループで、それいい加減な話言ったらまた怒られるんで会長いてないから言えますけどね。あれいてました。会長何も言ってないんで、はい、で麻生選手はもともと出身は何県なんですか。は三重県の四日市市、はい、四日市市、じゃあもう隣の県なんでつい近所なんですね。そうです。四日市でしたらもう和歌山も三重県も隣り合わせなんで、ほぼ一緒ですね。合宿もここら辺でやったことあったので高校で、はい、はい、そうです。いつでも来れるということで、はい、ぜひともまた麻生選手の今後のもし歯科医師の試験落ちたらまた避難でおるかもしれません。そうですね。失礼しますけどね、勝手に落ちるとか縁起悪いこと言うとあかんなんですけど、はい、ね、そういうところで野中選手最後まとめていただいてよろしいですか。去年は多分そんなに参加避難チームでできなかったかもしれないですけど、今年こうやって、外人も連れてみんなで
来て、で皆さんと走れて本当に良かったです。で、そうですね、来年もぜひ参加してもっと盛り上がっていけたらなと思います。でなんで皆さんも来年もぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。改めまして避難サイクリングチームの皆様に盛大な拍手よろしくお願いします。ありがとうございます。マルコスさん、リカルドさん、ジャイさん、オッケー、ナイストークショー、オッケー、 Thank you, thank you very much。 どうぞ。はい、ありがとうございます。中西選手、麻生選手、野中選手もトークショーありがとうございました。